まずいか取れました、はい、まず感想をお願いします。もう素直に嬉しいです。あの延長までもつれ込む、まあ、苦しい展開だったのかなと思うんですけれども、まあ、全体振り返ってどうでした今日の試合。そうですね、まあ、本当に厳しい戦いになるっていうのは始まる前から思ってます。すごくいい相手ですし、まあ、その中で結果的にやっぱ勝てたっていうのは、まあ、チーム力かなって思います。あの延長での、 あの2ゴールあの体力よく残ってたなと思うんですけど、なんかあんま、まあ、きつかったですけど、すごい、まあ、足振れないほどきつかったってそうじゃなくて、やっぱりまあディフェンスラインが守ってくれて、まあ、中盤が走ってくれてっていう、やっぱりどっかで温存してたわけじゃないですけど、やっぱ得点でやっぱ仕事したいって思いがあったんで、そこはあの狙ってました。まあ、じれてちょっとバランスを崩しそうかなと思うところで立て直して、そこからのまあゴールもあったと思うんですけども、その辺チーム全体ではどういう意識を持ってやってました。そうですね、本当時間帯悪く取られ方悪くて、カウンターとか、まあ、ミスパス多くてっていうのがすごくあって、なんだろう、まあ、チームとしてはやっぱそこはしっかりしようっていう声かけはもちろんあのグラウンドなんか出てましたし、あのそこでしっかり、切れずにやっぱ守ってくれた後ろの人たちのおかげですし、まあ、そういう意味でいい試合だったかなと。今日試合見に来てましたけれども、あの代表選手がいない間、あのメニューの子たちも出場して、その子たちの力もあってここまで来れた部分あると思いますけど。もちろんそうですね、本当に上手いですし、あの試合で堂々とプレーして、やっぱこの場までつないでくれたっていうのは本当に感謝したいです。なんか声かけたかったですね、本当にね。なんかそう、下まで来るかなと思っていなかったですね、セリアスの子たちに。大会行かなきゃいけないから、そうなんです、時間がないみたいな。いやでもまあ直接でも言えたらいいかなと思います。これで、また2年連続の3冠に向けて1つ取れました、はい、残り2つに向けて意気込みお願いします、はい。まあ、リーグももちろん簡単じゃないですし、まあ、しっかりチームとしても一歩一歩また成長していきたいです。